それではですね、見差し TV でもですね、多分コメント数1位だったんじゃないかなという、バンカーショット編ですけども、今回はですね、そのバンカーの基本的なところをご説明したいと思います。で、今日はですね、このもういかにもこう土がむき出しになっているこの硬いところとですね、こっちはこうかなりこう砂がこうある、こっちは砂がもうこう全くこうないっていう、こう硬いバンカーと柔らかいバンカープラス、球の、いわゆるこう距離感とかっていうものまでちょっとお話ししたいと思いますが、まずこの硬いバンカー、に関してですけども、バンカーショットで一つ気をつけていただきたいのは、サンドウェッジっていうのはですね、こうバンスというものがありますけども、ここがこう丸みが帯びているわけですね。それが結構丸みが深いもの、丸みがあんまりないもの、深いものを、ハイバンスといって、浅いものをローバンスと言いますけども、この、要するにこうこのバンスというものは砂の下をこう滑るようにこう作られているんですね、はい、でところがこの硬いバンカーに関しては、要するにコンクリの上、コンクリまでがなくても硬い、砂の上にボールがあるわけですから、なかなかこうクラブがボールの下にこう入らずにこう跳ねられてしまうということが、考えられます。でその時にですね、このバンスのですね、一番このヒール側のこの、僕はもうかかとと呼んでますけど、クラブのかかとの部分を、地面にこう当てる、それによってこの一番とんがってる鋭角なところを、当てることによって、ボールの下にクラブを入れて硬いバンカーでも球を、上げることができる。で、通常顎が全くない場合はもうそれこそこの歯の部分ですね、この歯の部分を硬いバンカーでズカって入れてあげればいいんですけども、歯の部分が入れば当然深く入っていくんですが、歯の部分を入ってしまうとこの状態なので、やっぱ球を高く上げることがすごく難しいんですね。だから顎がない場合は通常この歯の部分をそのまま砂にこうバーンとぶつけてあげればいいんですけども、バンカーは大体こう顎があるので、顎がある場合はやっぱりこうフェースを開かなければいけない。でフェースを開くとですね、当然このバンスの部分が出てしまうので弾かれてしまいます。なので開いた状態でヒールがつく状態をセットする、要するにこうフェースを開いて先端を上げると、このかかとの部分だけが地面に接地するような状況が作れます。でこれで実際にバックスイングをして、このヒールの部分をしっかりと砂に打ち込むことによって、硬いバンカーでも球を高く上げることができます。で当然下にこう入っていくので、フォロースルーとかを取ってしまうと跳ねられてホームランになってしまうので、ぜひ硬いバンカーはこのヒール側をですね、しっかりと入れて終わると、こういうエネルギーで球を飛ばすように心がけてください。で一方ですね、この砂が深々のバンカー、もうこれ見てわかるようにすごい砂の量が多いですけども、じゃあ逆にこういうところで今の容量でやったらどうなるかというと、こうなってしまうんですね、はい、でそうすると単純にだるま落としで球が全く飛ばないということになってしまうので、この砂の量が多いときは今度は、打ち込むとは全く逆ですね、どうしてもバンカーっていうのはこう打ち込もうとしてこうカットにこう入れたくなるんですけども、カットに入れるとクラブがこうドスンって入ってくるので、砂の下に入りすぎてしまうので、こういうところはですね、むしろこうインサイドからボールを拾っていくように、この内側から拾っていくように、ちょっとこう低い位置から、クラブを振り抜いてあげると、砂の量を多く取ることがなくて表面だけさらっと打てるようになります。でその時はですね、今度はこの3番、このヒール側というよりかはこの全体を使ってですね、全体を使って構えてもらって、さっき打ち込んでたのと逆ですね、今度はここからさらっと振る、いただきます、内側からこう、こうやってこうしっかり振り抜いてあげると、今度は砂の量を深く取らずに、柔らかい球が出るし、なおかつドーンってこう砂の量をかけてダフって出ないとかってことがないので、この硬いバンカーと柔らかいバンカーではまずこうクラブの入れ方が全然違う、要するに砂の取る量が変わってくるということですね、と同時にこの当てる場所が変わってくる、この後ろ側前面を使うのか、硬いバンカーはこの根っこ側だけを使うのかということによって、砂質によって打ち分けていただきたいと思います。で、距離に関してはいろんなやり方がありますけども、単純にフェースをまっすぐにして遠くへ飛ばすか、フェースを開いて遠くへ飛ばさないかということもありますが、遠くへ飛ばしたいときは基本的にはできるだけボールに近く立ちます。で近く立つと上からクラブを下ろして、いわゆるこう重力をかなりこう使えて
しっかりこう遠くへ飛ばせますし、飛ばしたくないときはむしろ離れてちょっとこう鈍角に入れてあげると球を飛ばすことがすごく難しくなるので、この前後の距離とかもですね、距離の打ち分けにはすごくこう有効なので、ここを理解してまずフェースの開き具合、バンスの当てる場所、クラブの入れ方とかをぜひこの砂質によって打ち分けていただいて、苦手なバンカーを克服していただきたいというふうに思います。